ハンブルガーシュポルトフェアエファウは、ドイツハンブルクに、本拠地を置く総合スポーツクラブ。通称、ハンブルガー SV、略称、HSV。バドミントン、バスケットボール、野球、ハンドボールを、はじめ様々な種目のスポーツ部門を参加に持つ、登録者団。サッカー部門が特に知られており、このコーで扱う。スポーツフェアインとは、スポーツ協会。 連名と訳せる言葉である。サッカーのトップチームは2017から18シーズンまではブンデスリーガから降格した経験がなかったことでも知られる。ハンブルク市の旗や紋章に描かれた赤色はクラブのユニフォームカラーとして採用された。1887年9月29日、バンツベックマリーエンターラー SC と オーエンフェルダー SC が合併し、SC ゲルマニアを創設。同クラブは、ハンブルガー SV の前身となる3つのスポーツクラブの、うちの1つであり、クラブはこの年を、創設年としている。1888年6月1日、ギムナジウムの学生により、ハンブルガー FC を創設し、1914年に、ハンブルガー SV と解消。 1906年には FC ファルケが創設されたが3つのクラブは第一次世界大戦終結後の1919 19年7月1日にハンブルガー SV として合併したクラブの公式カラーはハンブルガー SV や SC ゲルマニアのカラーでもあった青と白と黒が採用されたがそれとは対照的にホーム用のユニフォームにはハンブルク氏の旗や 紋章の色でありハンザ同盟の色でもある赤と白を採用した。ドイツサッカー選手権では1921から22シーズンに初の決勝進出を果たし 1FC ニュルンベルクとの対戦となり再試合に持ち込まれたが2試合とも決着がつかずドイツサッカー連盟はハンブルガー SV を勝者と定めたがクラブはこのタイトルを返上した。 翌1922から23シーズンに2大会連続で決勝進出をすると、ウニオン・オーバーシェー・ネバイデを3から0で下し、初タイトルを獲得。1927から28シーズンには、ヘルタ・ベルリンを後の2で下し2度目のタイトルを獲得した。1950年代から1960年代の中心選手、ウーベ・ゼーラー。 1953年、後に、ドイツ代表となる、ウーベゼーラーが入団。1955から56シーズンの DFB ポカールでは、決勝戦で、カールスルー SC に敗れ準優勝に終わったが、1959、60シーズンのドイツ選手権では、決勝で1、FC ケルンの3から2と下し32年ぶり3度目のタイトルを獲得。 ゼーラーは1960年から選定の始まった年間最優秀選手賞の最初の受賞者となった。1962-63シーズンの DFB ポカールでは決勝戦でボルシアドルトムントを3-0と下して初優勝を果たすと国際舞台においても UEFA カップウィナーズカップ1967から68では フランスのオリンピックリオンやウェールズのカーディフシティ、FC などを下して決勝進出、決勝戦ではイタリアの AC ミランに敗れたものの準優勝の結果を残した。ゼーラーは1964年と1970年にも年間最優秀選手賞を受賞し人気選手となったが一方で国内リーグでは1963年に発足した ブンデスリーガの創設メンバーとなったものの、ゼーラーの現役時代にはリーグタイトルを獲得することはできなかった。1981年2月に行われたバイエルン・ミュンヘン戦。1982年9月に行われたディナモ・ベルリン戦。1972・73シーズンには DFB リーガポカールで優勝。国内リーグでは ゼーラーの引退と前後して会に低迷したものの、区のクレッサー監督の指揮の下で後に、ドイツ代表となる、マンフレート、カルツ、フェリックス・マガト、カスパー・メメリングらが加入。1975-76シーズンには、DFB ポカール決勝で1、FC、ニュルンベルクを2-0と下し2度目のタイトルを獲得すると、 UEFA カップウィナーズカップ1976から77では、ベルギーの RSC、アンデルレヒトを2例と下して、初のヨーロッパタイトルを獲得した。さらに1977年5月、イングランドのリバープール FC から、当時の世界的選手の一人だったケビン・キーガンが、移籍。翌1978年1月には、ゼネラルマネージャーとして、 ギュンター・ネッザー、同年7月には監督として、ユーゴスラビアのブランコ、ゼベツを招兵。ストライカーのホルストル・ベッシュも加入し1978から79シーズンには、ブンデスリーが初優勝を果たした。UEFA チャンピオンズカップ1979から80では準決勝で、スペインのレアル・マドリードを下し決勝進出を果たすが、決勝では、 ブライアン・クラフの率いるイングランドのノッティンガム・フォレスト FC に0から1で敗退。1981年7月、オーストリアのエルンスト・ハッペルが監督に就任。UEFA カップ1981から82では決勝戦でスウェーデンのイフック・ヨーテボリに敗れタイトルを逃したが、1981から82。 シーズンのブンデスリーガでは36試合無敗記録を作り、1978から79シーズン以来2度目のタイトルを獲得。27得点を挙げたルベッシュが得点王となった。翌1982から83には UEFA チャンピオンズカップ1982から83に出場し、ソ連のディナモキエフやスペインのレアルソシエダを下して、 決勝戦へ進出すると、決勝では、イタリアのユベントス FC をマガトの決勝点で1から、0と下し初優勝を収めた。また、ブンデスリーガにおいても連覇を成し遂げるなど、クラブの歴史上において、最も成功した瞬間を祝った。その後、1986から87シーズンの、ブンデスリーガでは2位となり、DFB ポカール決勝では、 シュトゥットガルター・キッカーズを3から1と下して3度目のタイトルを獲得したが、ハッペルは1987年6月限りで退任した。ハッペルの退任を経て1990年代に入ると会に低迷するようになり、1990-91シーズンに在籍したトーマース・ドルが当時の記録となる1600万ドイツマルクの遺跡金で、 イタリアの SS ラツヨへ移籍したことや、クラブオビーのマガトの監督復帰や、ゼーラーの会長就任などが明るい話題となった。1999から00シーズンには、フランク・パーゲルスドルフ監督の指揮の下で校長を維持しリーグ戦を3位で終えると、UEFA チャンピオンズリーグ2戦から01、予選への出場権を獲得。 デンマークのブレンビー・イフを下して一時、グループリーグへ進出すると、イタリアのユベントス FC に対して一勝一引き分けと、検討したもののスペインのデポルティ・ボラ・コルーニャとギリシャのパナシナイコス FC に競り負けグループ3位で敗退した。2004年、クラブ OB のドルが監督に就任。2005から06シーズンは三位でシーズンを終え、オフには、左サイドバックとして、 ファンパブロ・ソリン、ディフェンスラインの用として、バンサン・コンパニー、よりスマ対戦。FW には、ブバカル・サノゴや、ダニエル・リボヤを獲得したが、2006から07シーズンは、攻守の歯車が噛み合わず、一時期は二部降格圏をさまようまで成績が低迷。ドルからフーブステフェンスへの監督交代で立て直しに、成功したが、2000から01シーズン以来の出場となった。 UEFA チャンピオンズリーグ2006から07では予備戦3回戦で CA をさすなに勝ち抜き本戦出場を決めたもののアーセナルやポルトチェスカモスクワと同組となったグループリーグでは第5節まで連敗を続け最終節のホームで迎えたチェスカモスクワ戦で勝利したものの1勝5敗でグループリーグ再開での敗退となった2008年 オランダのマルティニオルが監督に就任。2008-09シーズンの DFB ポカールと UEFA カップ2008から09は共に準決勝進出を果たすが、いずれもベルダーブレーメンに敗れ決勝進出を逃した。2009年、夜の公認としてブルーのラッバディアが監督に就任。UEFA カップから改編された UEFA。 ヨーロッパリーグ2009から10では準決勝進出を果たすが、イングランドのフラム FC に敗れた。2010から11シーズンからは、アルミン・フェイが監督に就任したが、シーズンを通じて成績が低迷し2011年3月に行われたバイエルン・ミュンヘン戦で0-6と大敗すると、監督を解任された。最終的に8位でシーズンを終えたが、 それまで維持し続けていた UEFA 主催の国際大会への出場権を失った。2011から12シーズンは開幕から位に低迷し、2011年10月にトルステン・フィンクが監督に就任した後も成績が伸び悩むなど、クラブ史上初の降格も現実味を帯びたが15位で過労じて残留を果たし、翌2012から13シーズンは7位でシーズンを 終えた。2013から14シーズンも引き続き、フィンクが指揮を取ったが、シーズン最中に解任され、オランダのベルトファン・マルワイクが監督に就任したが、チーム状態を立て直すことはできず2014年2月に解任。後任に、ミルコ・スロムカが就任すると、最終的に16位となり、SPVGG グロイター・フュルトとの入れ替え戦の末に、 過労死で残留を決めた。2014から15シーズンも不振を抜けられず、昇格組のパーダーボルンに完封負けするなど1分2敗となり、9月15日にスロムカ監督を解任した。ブルーのラッバディア監督就任後に、最後の数試合で勝ち点10を獲得。特に最終節の前までは、自動降格圏内の17位であったが、 最終戦のシャルケ戦を2から0でものにし、最終的には逆転で、昨シーズンに続き16位となった。山田大輝の所属する、カールスルー SC との入れ替え戦は、第1戦のホームを1から1で引き分けるも、第2戦のアオー戦を延長戦の末、2から1の勝利で残留を果たした。なおセレッソ大阪から復帰したゴイコカチャルは、 シーズン終盤の31節から33節にかけて3連続ゴールを決め残留に貢献した。2016から17シーズンは開幕5試合で勝ち点1に止まりラッバディアは解任され、後任にマルクス・キズドルが就任。その後も未勝利が続いたが、12節でようやく初勝利を挙げる。そして16位で迎えた。 最終節の VFL ボルフスブルク戦、両チームともに勝てば、自力残留が決まる。大一番を2から1で勝利し14位で残留を決めた。2017から18シーズンも残留争いに巻き込まれ、第19節で最下位の一 FC ケルンに敗戦したことを受けて、キズドル監督を解任した。 2018年5月12日のリーグ最終節、ボルシア・メンヒエングラートバッハ戦で2から1と勝利、したが、勝ち点2差の16位につける、VFL ・ボルフスブルクが1、FC ・ケルンに勝ったため、クラブ史上初の2部降格が決定した。これによって、ブンデスリーガで2部に降格したことがないチームは、なくなった。幾度となく、奇跡を起こしてきた、ハンブルガー SV だったが、 54年間守り続けた広角なしの伝統は終わりを迎えた。1年でのブンデスリーガ復帰が求められていた2018から19シーズンはまさかの4位で終了。批判の矛先はチームキャプテンの坂井隆則に向けられ、坂井は対談を余儀なくされた。2019から20シーズンと2020から21シーズンも2部リーグで4位に終わり、 一部復帰には至らず、負のスパイラルを断ち切るまでには至っていない。2010年以降、FC バイエルミュンヘンを非常に苦手としており、0から6、0から5、2から9、1から4、0から8、0から5、0から8、0から6と8年連続で大敗している。また、過去10試合で44失点を記録し、 一試合平均4.4ゴールを決められている計算となる。ポラースベック1ベーツ、5ドローンヘレン4サカイ24サントス6、マンガラ25ハント14ホルトビー8なれ、7ジャッタ18ラソガ10中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。 中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ドイツのスポーツクラブはその参加に、いろいろな種類のスポーツ部門を持つ、総合型スポーツクラブとして知られているが、HSV には他に、以下のものがある。ありがとうございます。